よっしゃ、続きやりましょうか。あ、セーブした。かわいいじゃない。ん、何今の既読スキップね。大丈夫だ、もっと前に出てくれ。いや、もっと前って幽霊浮いてたとこじゃないですか。揺れるのよりそっちが嫌っすよ。相当狭いな、鉄骨渡りじゃん。気持ちはわかるぞ、だがこれはお前しかできない仕事なんだ。頼むぞ。ちょっともっともらしいけど、わけわからんすよ。うわあ。危ねえな。こんなもんでいいすか。オッケーだ。それじゃあ俺が女優役でスタンドインするからな。奏、準備はいいか。お。す。す。よし、行くぞ。3、2、1、スタート。奏でつうやつは一体、あ、いる。どうすかね。男の子か。少なくとも幽霊は映らなかったようだが。よし、チェックオッケーだ。奏、急に呼び出して悪かったな。助かったよ。す。これで何か分かりそうっすか。めっちゃ見切れてっけど。さてな、とにかく撮影した映像を編集室でフィルムと比較してみよう。まだ時じゃないのか。無許可のゲリラ撮影だし、とっとと撤収だ。マガリ、データを SD カードで受け取っておいてくれ。了解っす。うん、手際が良い。あ、ギュイン。行く。よし、マガリ、今日撮影した映像と例のフィルム映像を並べてプレビューしてみてくれ。了解。カナデは？おう、キリ監督の立ち位置バッチリっすね。フィルムの女優さんとほとんど同じように映ってるっす。うん、こうしてみるとうまくフィルムを再現できてるな。問題は10年前の撮影時にここで何があったかだが。ただのドラマ撮影じゃない。結果的にとはいえ、いわくつきのフィルムになっちまったんだ。やっぱり何かあったんだろうな。うん、ここ妙だな。妙って、あんなバランス悪いところに立たされたらこうなりますって。いや、そうじゃなくて、フィルムに映った幽霊とマガリを比較するとかなり幽霊の方が大きく映ってる。大きく。そういえばめっちゃでかい女の幽霊なんすかね。ジャイアントキリング。いや、豪雨で分かりづらいが、池の向こう岸もフィルムの方が手前にあるように見えるな。うん、うん、それってもしかして圧縮効果だな。圧縮効果。うん、つまり元のフィルムではこのカットは望遠で撮影されたってことっすか。ん、ぶわ、望遠で撮影された。これ後々推理の時に出てくるやつなのかな。でもこのカットで女優さんをちゃんと見せたいなら望遠は効果的とは思えないっすけど。俺もそう思う。少なくとも俺なら使用しないし、現に今日の撮影でも使ってない。池と風景をちゃんと映した方が印象的だからな。あのカットインペルソナみたいだよな。映像監督ってのはどのカットでも無意味なことはしないもんだ。つまりこれは
何か望遠を使って撮影する意図があったってことだ。それは、うん、マガリン、もう一度例のフィルムの幽霊が出現するカットを少し手前から。はい。うん。豪雨の中を歩く女優、そして雷鳴で画面がホワイトアウト、そして次の瞬間現れる幽霊か。マガリン、画面がホワイトアウトしてる時間は、完全にホワイトアウトしてるのは23フレームってとこすかね。その間に何かトリックを施して幽霊を出現させたとすれば、それ厳しくないすか。たった1秒足らずじゃ無理あるっしょ。例えばワイヤー使って中空から下ろすのも時間足りないっすよ。うん、うん、まあそうなんだが、うん、妙ですね。すっ、そういえばこの木の板気になってたんすけど、どうしてこんなの思いついたんすか。いや、単純な話さ。池の上に立つなんてのを実現するにはこういう手しかないだろうと思ってな。そもそもフィルムに映ってる幽霊、浮いてるにしちゃしっかり水面に体重かけてるような足元だろ。言われてみれば、今回は木の板を使ったが、例えばアクリル板のような透明なものを使えば問題ないはずだ。まあ確かに分かりづらいだろうね。豪雨の演出のおかげで水面からは全く見えなくなるしな。ってことはやっぱりこのフィルムはトリック。断定はできないが、俺は最初からそのつもりで調べてる。でもだとしたら、ミステリードラマでこんなホラーじみたトリック映像っておかしくないですか。そもそもトリックならそれでペンディングになるなんておかしな話だし。いや、10年前このドラマシリーズがペンディングになった理由には何か別の理由があるはずなんだ。呪われてるとか幽霊だとか、そんな単純な話じゃない。絶対闇に葬らなければならないような秘密が。おお、さてこんなとこっすかね。まだ調べたいとこあります。そうだな、うん、後で思い出したら。ふん、どうしよう、これどうすりゃいいの。あ、今日来るんじゃなかったっけ、そういえば。あ、これこれこれ、奏でって、それ結局映んなかったな。はあ、いいとこですね。あれだけの著名監督だからな、磯上さんも配慮していい宿を抑えたんだろう。うん、ヤグモマックス様とマガリアイネ様ですね。私、イブセイザヤのマネージャーをしております灰島モナミと申します。島根テレビの磯上様からお話は伺っております。イブセも先ほど到着しておりますので、こちらへどうぞ。おお、モナミ、ミナモじゃないですね。ヤグモマックス君だね。磯上さんから話は聞いている。着いたばかりのところすみません、ヤグモマックスです。それとこちらはアシスタントのマガリアイネです。はじめまして。覚えておられないでしょうが、以前一度ご挨拶させていただいております。そのアジアフィルムコンベンションの会場で。
覚えているよ。君の作品が優秀賞を取ったのだったね。私も票を入れた。おお。覚えていていただけたとは光栄です。うん。あの映像には不思議な魅力があった。世紀に溢れているようで、それでいてどこか死の匂いがするような。死の匂いですか？なんか、それで、私に聞きたいこととは、例のフィルムのことでいいのかな？ああ、ねえ。素材管理センターでそのフィルムを拝見しました。幽霊とおぼしき女が池の上に浮かんでいる。そうだったな。確かにそんな映像だった。10年前のことだが、よく覚えているよ。忘れようとしても忘れられるものじゃない。ではあれはやはり伊伏監督が。そう、私が撮ったものだ。呪われたフィルムだよ。ふわポン。あれのせいでドラマプロジェクトは中止。まさか10年ぶりにその話を聞かされるとは思わなかった。教えていただけませんか？あれを撮影した時に何があったのか、なぜあんなものがフィルムに映ったのか。監督はその理由に心当たりがあるのでは？すまないが、あのフィルムは霊によって呪われているんだ。だからあれについては関係者一同で決して何も口外しないと誓った。君に話すことは何もない。そうおっしゃらず、お願いします。監督、ここまでだ。帰ってもらおう。さすがにか。本当に言いたくねえんだな。かわいい。ごめんなさいね。うちの監督、ちょっと気難しいところがあって、言い出したらてこでも動かないから。いえ、わざわざ会っていただいただけでも十分ですから。ごめんなさい。また改めて機会を作るから、今日は。はい。失礼します。します。します。どうしたんすか、監督。そうだ、確認しておきたいことが残ってたんだった。ようやく思い出した。確認したいことって伊伏監督に聞くのはもう無理でしょう。いや、例のフィルムだ。あれに映っていたトラック。あ、トラック。もう一度あの映像を確認するぞ、マガリ。あ、はい。トラック。ああ、え、業者。ウィン。自分とこ戻んのかな。確認つつか編集室。マガリ、トラックだ。トラックが突っ込んできたカットを出してくれ。あ、はい。ちょっと待ってください。この PC 立ち上がりが遅いから。うん。これこのカットでいいですか？それだ。このトラック、社名が車体に書いてあるな。これ読めるようにできるか？結構ブレてますけど、なんとかやってみるっす。うん。つるかめ。どう？こんなもんでどうすか？ちょっとブレてるけど読めますよね。おお、
島根鶴亀運送。はっきり書いてあるな。やるじゃないか、曲がり。まあちょいと本気を出してみちゃったりして。よし、これネットで検索かけてみてくれるか。はいはいっと。やるな。全然引っかかんないっすね。撮影用に作った社名じゃないっすか。かもしれないが、どうも気になるんだ。ちゃんと調べてみたい。でもこれ調べてなんか意味があるんすかね。井伏監督はこのフィルムが10年前のドラマプロジェクトのものだって言ってただろ。それが本当かどうか確認したいんだ。これがいつ撮影されたものか、手がかりになりそうなものはこれぐらいしかないからな。どういうことすか。これ10年前のドラマプロジェクトのだって磯上さんも言ってたんじゃ。彼も実際にどんな映像だったか知ってたわけじゃない。だから確認できるものならしておきたいのさ。はあ、でもネットにも引っかからないし、どうやって。うん、法務局なら登記を調べられる。実在する会社ならな。もう夕方だ。法務局が閉まる前に行くぞ、曲がり。はあ。うん、なるほどね。お、ここだ。ああ、綺麗。危ないとこだったっすね。もうちょいで閉まるとこでしたよ。なあ、しかし窓口で受付されたってことは、やはり撮影用のフェイクじゃなくて実在する会社だったってことだ。うん。どれどれ、5年前に休眠会社になってるのか。道理で検索に引っかからないわけだ。監督。ん？ここ。ん？これは8年前っすよ。これじゃ10年前に撮影されたはずのフィルムに映ってるの変っす。うわ、なんと。うん、どこ行けばいいんだ。どう、マックスちゃん、あのフィルムについてなんかわかりそう。今のところはっきりと言えることは何もないんですが、一応調べは進めてます。そう、調べが進んだら本当に呪われたフィルムだったなんてオチにならないといいんだけどね。磯上さんはやっぱりあれ本物の幽霊だと思ってるんですか。あ、こんにちは、どうも。カップそばがうまい。確かに、わかります。何を食ってるんだろうな。緑のタヌキ。まあ、もともと曰くつきのプロジェクトだったってのは聞いてるしね。それにやっぱね、この業界長いといろいろ耳に入るのよ。モノ本が映っちゃってとても放送できないビデオとかね。やっぱりあるんですね、そういうの。あるよ、そういうの。あのフィルムもそういうモノ本の一つなのかもね。うわ、怖。うん、怖いよね。わかめ 3.5 倍ラー油そば。わかめがやばい。そういうのあるんだ。今度調べてみよう。うん、
うん。す。うん。また来たのか。まあこっちは退屈しのぎにちょうどいいから歓迎するがな。すみません、念のため再度確認しておきたいことがありまして。再度の確認？それは？つまりあのフィルムが本当に10年前ペンディングになったドラマプロジェクトの映像なのかってことです。ずいぶん今更な質問だな。すみません、念のためということで。うん、ま、質問に答えるとそれについては間違いないと思うがね。あの、佐山さんはそのプロジェクトがペンディングになった当時からここに？ん？つまり実際にお蔵入りになった瞬間に立ち会われたのかってことです。ああなるほどな、言いたいことはわかる。確かにそれについては直接立ち会ったわけじゃない。俺がここへ転属してきたのは8年前だからな。俺はあくまでここの管理ラベルの名前と年月日であのフィルムが例の物だと思っただけだ。ほう、キュイーン、なんか集まってきた。ほう、待ってください、確かフィルム缶のラベルは白紙だったはずでは。フィルム缶の方じゃない、ここの収納棚に付けられてる管理ラベルだ。そこにはっきりとプロジェクトのパイロットフィルムと記されていたのさ。お前さんは何やら疑ってるようだが、それで確認は十分だと思うがな。こんなもの誰かが入れ替えたりする意味もない。なるほど、そうかもしれませんね。あら、終わりか。どうしようかな。ごめんなさい、ちょっと一旦切りますか。うん。